どうも、カスカベツムギです。2ヶ月ぶりのフロア .io 解説動画ですね。前ってどんな感じでやってましたっけ？なんかいろいろしてたんで正直この解説シリーズのこと忘れかけた感があります。確か前回と前々回はアントヘルとファイアアントヘルをやった気がするので今回はターマイトヘルですかね。じゃあ、長々を話してもあれですし解説始めますか。はい、まずはボーンです。ペタル自体にアマチュアを持つペタルですね。ボーンの場合プレイヤー自身につくわけではない点は注意が必要ですね。アーマーはその数値の分だけ受けるダメージを軽減します。つまりは敵の攻撃力よりボーンのアーマーが高かったら無限にヒットできるってことですね。ウルトラのボーンにもなると一部のミシックモブにも無限ヒットできるようになるのでウルトラを狙ってる人も多いでしょうね。ただしアーマチュアありきなので攻撃力が異常に高いウルトラスーパーモブに対しては使えないですね。はい、お次はキャロットです。はい、人参ですね。攻撃すると飛んでいって、壁に上がると跳ね返る人参です。ゴミペタルですが強いて言えば角でユーロ地に攻撃するときに使えます。次はクランクです。ペタルと飛び道具に通常の5倍のダメージを与えるペタルです。これ強いと思うじゃないですか。でも実は、M4 ネットのミサイルを破壊するためには M クランクが2つ必要なんですよね。計算してこれを知って M28 ふざけんなって思いましたね。次はゴミペタルとして名高いレリックです。受けたダメージを分散するペタルです。でも私はこのペタル割と高く評価してるんですよね。受けたダメージを分散するから、即死球のダメージ食らっても一発ぐらいなら生き残れるようになりますし。確かに二人ぐらいだと二人とも全滅する可能性もありますけど、人数が多ければ多いほど強くなるペタルなんですよね。で、それなのにみんな使わないからゴミペタル扱いされてるわけですね。みんな使えばいいのに。今回最後の解説するペタルはトマトです。なぜか時間経過で膨らんで爆発するペタルです。コン爆発って表現しましたけど、別に爆発して周囲にダメージを与えるとかそんな感じのペタルではないです。大きくなるほどモブに与えるダメージが増加するだけです。まあ、確実に大きい時にモブに当てるとかそんな自信のある人なら使っても良いんじゃないでしょうか。私は使わないですけど。今回のペタル解説はこれで終わりです。もう半年ぐらいペタル解説してますね。明日は、下水道の解説をしたらこの解説シリーズも終わりです。まあ一体どこに需要があるのかわからないんで今すぐ打ち切ってもよかったんですけど、明確に終わりがどこかわかってますし、最後まで終わらせようと思います。じゃあそういうことで、ご視聴ありがとうございました。